それではこちらの文献について稲岡が紹介します。文献に関する情報はこちらです。で、はい、次がアブストラクトです。この論文ではその文表現を学習する際にその単語間の距離っていうものをこう損失関数にこう組み込んでやってこう学習をしようっていうようなことについて提案しています。で、実際にその提案手法をこうタスクとかに適用することで、そのモデルの意味的多様性っていうのがこう増強されるっていうのを確認しています。で、で実際にその言い換えの検出だったりとか自然言語推論とかあと外因関係検出とか、まあ、そういうのに対しての性能の向上っていうのもこう確認しています。で次がイントロダクションです。エンコーダーデコーダーモデルを学習させたときにその、まあ、デコーダーを学習させる際にこうクロスエントロピーロスっていうのをまあ使ったりするんですけども、まあ、そのロスっていうのはその正解データのこう単語と全く同じこう単語が出せないとこうペナルティーになる。その、まあ、近い単語だったとかこう遠い単語だったとかそういうのは考慮せずにただこう正解と同じか同じか何かだけをこう見てペナルティーを課しているっていう性質です。そういうような計算を行っています。まあ、なのでその意味的に近いけどこう違うなっていう出力っていうのに対してこう特に不利に働くようなその損失になります。でそのただその NLP で実際にそういう文を出力する際っていうのはその完璧にその単語完璧というか完全にその単語が一致しているなければいけないかっていうとそうじゃなくて別にそんな、まあ、意味さえ同じだったら別に近い単語でも別にいいっていう場合がこう多いっていうような特徴があります。で、まあ、関連研究ここで4つ挙げてるんですけどもそのあこれ論文にあった関連研究の一部ですね挙げてます。でその過去に行われた研究ではその機械翻訳のモデルのエンコーダーっていうのがこう文のそのエンコーダーとして使えるとかあとまあその意味文からその意味を抽出するようなモデルでそのインセンティンサンテンション、まあ、そのとかあまあバイエスティルモデルとかこう使ったりするっていう研究があったりとかあとそのあれですねクイックじゃない、スキップソートとかクイックソートとかっていうようなモデルのようにその、まあ、前後の文をこう予測させたりとかすることでその文のエンコーダーを学習させようっていうようなものだったりとかあとまあそのあれですね、複数のタスクでその共有のエンコーダーを使って学習させることでこう文エンコーダーを獲得しようっていうような研究があったりします。まあ、これ全部エンコーダーの学習に関するものなんですけども、まあ、さっきの、 学習あれですね、さっきの損失関数を使ってオートエンコーダーを学習させようとしたときに、まあ、同じようななったときは、まあ、こういう研究がこう比較になるっていうことですね。で、まあ、挙げた研究っていうのは全部そのタスクこういうなんかこのタスクだからこういうモデルだったっていうようなモデル構図だったりとかあとそのモデルの学習に際してそのラビルズ式の大規模なコーパスが必要になるっていうような特徴があって、まあ、そのまあどこでも使えるってわけじゃないっていうのがまあ特徴としてあるんですけども、まあ、この論文で提案している手法っていうのはその特別なラベル付きのその分レベルのラベル付きのコーパスっていうのがこうなくても適用できるだったりとかあとまあその適用先についてもそのタクスこういうじゃなくて分生成モデルだったらこうどこでも適用ができるっていうような特徴があります。で次がその本研究を説明するにあたってのまあこう、まあ、事前知識的なものですねを説明します。そのオートエンコーダーっていうものがその、まあ、言語処理とか、まあ、それ以外の、まあ、分野でもこう用いられることがあってその、まあ、どんなものかっていうと、まあ、この数式は全て表してるんですけどその入力 X を与えた時にそれをこうエンコーダーに入れてデコーダーに入れたものその結果っていうのがその入力とどれだけ近いかっていうのをこう損失関数で与えて損失関数として定義していて、まあ、これがこうゼロにゼロっていうかまあ小さくなればなるほどこう入力を復元するようなこうエンコーダーデコーダーのモデルになるっていうようなことですね。まあ、その中のまあエンコーダー部分だけ取り出すとこうオートエンコーダーっていうふうに呼ばれるっていう感じですね。でその
入力を復元するようなそのあれですね、 X を入力してこう最終的に X が出力されるようなエンコーダーデコーダーっていうのを学習して、こうそこから得られるエンコーダーっていうのをまあ文のエンコーダーとして使えるようではないかっていう研究があって、まあそういうのをこう言語処理でもオートエンコーダーが使われるっていうことですね。でその学習に際してその、まあ、損失関数をまあ何かしら定義する必要があって、まあ、普通だったらまあクロスエントロピーロスをまあ多分一番用いるんですけども、まあ、この研究ではその複数 の, そのロスっていうのをこう、考えて、まあ その特徴っていうのをこう見ていこうっていうふうになっています。一つ目がこちらのウェイテッドシミュラリティロスっていうもので、こうロスをまあこういうふうに定義するっていうような方法ですね。でこの、まあ、注意なのがその i っていうのがこうタイムステップじゃなくて、その各ボキャブラリーっていう意味の i ですねっていうのがまあちょっと注意すべきところなんですけども、まあそのまあ、正解の単語 yt やって、それに対してこう各単語、まあ、そのボキャブラリーから1個ずつこう単語を取り出していった時 の, その各単語が yi ですね。そのシミュラリティっていうのをこう1個1個計算していって、まあ、その各シミュラリティに対してその単語がこう出てくる確率ですね、まあ、デコーダーの出力をこうソフトマックスに入れた時にまあこう確率のようなものが出てくるんですけども、まあ、それを積を取っていく、あ積を取って、まあ、それをこう各単語でこう全部総を取るっていうような式ですねっていう方法でこうロスを取るとどうなるのかっていうのを確認しています。まあ、これはあれですね、その単語同士のこうシミュっていうのがシミュラリティなんですけど、こう各単語 の, その近さっていうのをこう計算していて、その単純にこう0、1じゃないようにこうロスを作るっていうようなものですね。で、まあ、これに派生というか、まあ、これとほとんど一緒なんですけども、このさっきの式の PI のところにこうログをかける、ログがかかったのはまあこの式ですね。で、まあ、この式っていうのはもともとのクロスエントロピーの式と比較するとまあほとんど同じというかあれですね、まあ、式なんですけども、その PI っていうのを、まあ、そのシムのとシミュラリティのところとそのログのここを、まあ、PI をまあ両方こう分布っていうふうに考えると、まあ、そのこの PI のっていうのをこうシムに寄せていこうっていうようなですね、式あのクロスエントロピーの式と同じ形になるっていうのですね。ただその片方の分布っていうのがこうシミュラリティで計算されているっていうような形ですね。次がソフトラベルロスって呼ばれるもので、まあ、こちらは、まあ、ほとんど これもまあ式を見るとこう、まあソフトマックスの式にこう似てると思うんですけども、その計算するときにそのあれですね、こうあこれもさっきのクロスエントロピーの式と同じなんですけど、その yi とまあログ pi ですね、まあ、さっきのシミュラリティのところだけこう入れ替えたような式ですね。まあ、そのシミュラ、まあ、その yi ともシミュラリティで計算するんですけども、そこを計算するときにその、まあ、こういうような式ではあるとですね、まあ、分母が正規加工で、まあ、分子がまあ各単語のシミュラリティですね。まあ、要するにまあ、これをこう上にこうパッと当てたら、まあ、こう分母が増えたっていうふうにまあ見えるような式ですね。で、まあ、分母は積加工になっているっていうような式ですね。ただこう上位 N 単語だけをこう考慮して、この積加を行っていって、まあ、シグマのところがこう V じゃなくて N になっていて、その上位部分だけを考慮するっていうようなことを行っています。で、ただこれ全部 の上位 N 単語なんですけども、そのストップワードができた時はその通常のクロスエントロピーを使って計算するっていうことを行っています。で、まあ、これらの3つあとこれらの、まあ、手法っていうのをこう図式化したものがこちらで、その一番左っていうのがまあ従来のクロスエントロピーで、あこれあれですね、あのグッドっていうのを出力させる、あの YT さっきの式で言う YT がグッドの時というか、まあそんなか、まあそうですねの時のこのグラフなんですけども、その、まあ、従来の方法だったらもうグッドが出せれば1それ以外全部0みたいなっていうような、まあ、0、1だけのデータになっていて、でその、まあ、右がそのさっきあのあれですね、ウェイテッドシミュラリティロスとかあのウェイテッドクロスエントロピーロスですね、まあ、縦のスケールしか変わらないんでちょっとこれまとめて1個に書いてあるんですけども、まあ、こういうふうにそのシミュラリティによってこの重みをこういじっているっていうような
になっていますね。グッドに関しても、グッドはもちろん一番高いんで1で、まあ、次にこう近いグレートとかもちょっと高めにこう設定されていて、まあ、これシミュラリティ単語のシミュラリティなんで、こう、まあ、それの反対語のバットも高くなっているんですけども、まあ、こういうふうに重みを出してこう計算するっていうのが、まあ、この右で、この真ん中っていうのがその最後に説明したソフト、何でしたっけ、ソフトラベルロスですね、なっていて、こうさっき の上位3つだけをこう考慮して、ここだとですね、上位3つだけをやって、まあ、残り全部0でこう行うっていうようなものが、まあ、こちらになっています。まあ、図を出すとこういうふうになるということですね。で、まあ、そのこれらの、まあ、手法に対して、まあ、実際にこうタスクをこうこの3つのタスクを適用したときに、まあ、どういう結果になるのかっていうのを確認しています。まあ、これ、まあ、タスクとデータセットが1対1の関係になっているんですけど、こう1つ目がその感情分離タスクですね。感情分離のデータセットを使って、まあ、実際に感情分離、そのベクトルから使って、まあ、感情分離をするっていうのが1つ目のタスクで、2つ目がその言い換えて検出ですね。で、まあ、3つ目が、こう1個目の SNLI っていうのが、まあ、自然言語推論のタスクで、こう下にあるシックエンテエンテイメントっていうのが、まあ、外因関係認識、あ、すいません、逆ですね。まあ、逆ですね。外因関係認識っていうのが、ん？あ、違うか、合ってるか。SNLI っていうのが自然言語推論で、まあ、もう一つの方が外因関係認識ですね。のデータセットと、まあ、タスクっていうのを行っています。まあ、結果がこちらで、まあ、そのクロスエントロフィーロスが、まあ、従来の、まあ、手法なんで、オートエンコーダー学習させて得た結果っていうのがこちらで、まあ、これが、まあ、従来手法に対して、まあ、おおむねこう優れている結果っていうふうに述べられていました。で、まあ、この各この手法に対しての比較っていうのを行っていて、そのはいですね、あのウェイティッドシミュラリティの手法っていうのが他の手法に比べてこう低くなっているっていうのが分かると思います。まあ、これ他の手法との比較をしたときに、まあ何が違うかっていうと、そのウェイティッドシミュラリティの式っていうのはこうログとかいう、こう非線形性っていうのがこう入ってない式に対して、まあ他っていうのはこう対数関数だったりでこう非線形性があるっていうような、まあ違いがあって、その対数関数の非線形性っていうのがこう学習に、訓練にその効率的に働くっていうような考察がされていました。で、まあ、その分析にあたって追加の実験っていうのも行っていて、そのさっきソフトラベルロスでその N っていうのが、まあ、図だと3とかで固定したんですけど、まあ、それを変化させた時にどうなるかっていうようなことを行っています。まあ、その近傍1にすると、まあ、あれですね、1個だけ考慮するんで、まあ、最初の最初じゃなくて、あのデフォルトのまあクロスエントロピーと同じになるっていうようなことですね。で、まあ、そのあとソフトラベルロスのその分母にその正規加工が入ったんですけど、まあ、それを外した時にどうなるかっていうようなことも行っています。まあ、その結果っていうのがこちらで、その左がそのあれですね、正規化した場合で、右が正規化しなかった場合で、まあ、この横軸っていうのが犬をいじった時の結果ですね。で、その比較してみると、そのノーマライズドの時よりもアンノーマライズドの時の方がこう若干性能っていうのがちょっと高上にあって、その正確係数っていうのがこう精度を下げているように見えるような結果になっています。で、あとその N ですね、その各タスクでその性あの N の変化でどうこう精度が変わるかっていうのを見てるんですけど、その結構こうタスクによってどこが一番高くなるかっていうのがこう変わっているような結果になっていて、まあ特にそのどういうこの N をこう選択すればいいっていう、なんか普遍的なこう傾向っていうのがこう見られないっていうような傾向になっています。で、次が実際に出力のこう文を見て、まあどういう特性があるのかっていうのをこうここで確認しています。で、まあ、まず1つ目がクロスエントロピーロスで、まあ、こう入力と出力を見たときに、こう多分っていうか、こう全く同じ入出力になっていて、そのあれですね、その正解っていうのを学習させるときに、その唯一正解選べるのみを1として他を全部0として学習しているっていう特徴がここで現れていて、こう完全に正確な単語のこう再構成っていうか復元がこう行われているっていうような結果になっています。で、次にそのウェイティッドシミュラリティのところをこう見てみると、その、まあ、結構文変わってるんですけども、その意味で考えたときに、その結構違う、その意味が伝わらないようなこう出力になっていて、で、その論文の中ではその使っているデータですねによってこう
その固有の表現、まあ、ここで言うとこうグレートサービスとかっていうのがそのタスクっていうかデータ固有のこう表現だらしいんですけども、まあ、そういうのがこう出てくるようになる一方でこう意味が伝わらないような出力になっているっていうふうにありました。まあ、残りのこの4つに関してはまあこう同じことをこう表現を変えてこ うまく出力ができているっていうふうに、出力っていうかこう復元 をこうできているっていうふうにこう述べられていました。で、他にそのですね、そのシミュレティ計算するときはその単語のベクトルを使うんですけども、その単語ベクトルの、まあ、そのまあ、問題といいますか、その特徴としてその対義語とかっていう、あと活用形っていうのがこうその単語に近くなってくるっていうような傾向があって、そのまあそうですね、まあ、計算方法が、まあまあ、狂気をもとにやってるんで、まあ、対義語も近くなってくるんですけど、まあ、そうなるとそのそこがもし変わってしまうとその文の意味っていうのがこう反対になってしまうっていうようなこう問題っていうのがあります。で、まあ、もう一つがそのあれですね、今回の提案書っていうのはその実際そのさっきの4つのタスクでそのまあ今の最先端の性能にはこう届いていないような結果になっているようになっていて、ただそのあれですね、適用範囲適用対象的なことを考えるとそのエンコーダーデコーダーのそのロスの部分なんでその適用範囲が広いっていうのと、あとそうですね、その従来のモデルに対してこう統合っていう、なんていうんですかね、タスク固有じゃないんで、そのモデルとかっていうのを変えずに、モデル自体を変えずに、損失の部分だけ変えて、統合がしやすいっていうような特徴があるっていうことですね。で、最後にまとめです。この論文では、その単語レベルの類似度を活用して、損失関数っていうのをこう提案して、まあ、実際に各タスクで改善を確認したっていうようになっています。で、まあ、実際にその、まあですね、文を入力したときに、その出力の多様性がこう確認できているのと、まあ、最後にその今回の手法っていうのがその、まあ、いろんなタスクでこう適用できる、まあ、その多様な出力っていうのがこう出せるような、いろんなタスクでそういう多様な出力ができるような、まあ、手法になっているということが述べられていました。以上で終わります。